はい、今ですねベトナムのホーチミンにいます。で、ホーチミン、ベトナム戦争が終わった後、サイゴンというところ名前からホーチミンに変わった感じですね。昔はサイゴンと呼ばれてました。で、今いるところデタム地区の近くにある公園ですね。人々がこんな感じでくつろいでます。この人は何をやってるんでしょう。すごいね。これで多分ねスタイル良くなる感じですね。で、ここで歩いたりウォーキングしたりとかジョギングしたりしてます。憩いの場ですね。こういう公園っていうのはやっぱりね、こういう大都市では必要ですね。日本なんかもあると思うんですけどね、やっぱりこういうところはもっともっとね、やっぱ大切にしていかなきゃいけない。いくらやっぱり発展していくというね、やっぱりこういう公園地は大切にならないですね。